こんにちは、梶谷岡です。今回はですね、ポジションごとの気持ちの作り方とか当時の心境についてお伝えしていこうかなというふうに思っております。それでは早速話の方に入っていこうと思います。主にですね、先方副将大将が今まで経験してきた中の大まかなポジションかなというふうに思っております。先方はですね、九州学院の1年生の選抜とか、2年生の極力インターハイ国体で出場させていただきました。またですね、高森中時代の2年生の時も先方で試合に出させていただきました。中学高校で共通して試合前に考えていたこと、思っていたことっていうのは、まず勝とうと思わないことですね。それよりも絶対に負けないっていうふうに思って試合をしていました。まあ今でもそうなんですけれども、やっぱ勝ちたいと思えば思うほど力が入りすぎてしまう。絶対に勝てるっていうふうに思ってしまうと、うまくいかないときに慌てふためいて対応できなくなってしまうみたいな。先日松崎選手との試合もそうなんですけれども、全中優勝したことで完全に天狗になってしまって、自分を過信しすぎてしまう。で1本取られてしまって、どうすればいいかわからないみたいな、対応できなくなってしまう。これがやっぱ一番試合の中で恐ろしいことなので、まずは試合で負けないこと、その中で相手をどう分析してどう勝つことができるのかを見極めることが重要だなと、考えていました。ただ負けないことも重要なんですけども、その中でどういう風に勝利するかとか、どういう風に攻めるかっていうもの重要だと思っていまして、中学生なら3分ですよね。高校生なら4分の中でどういう風に試合展開をするかっていうのも意識しておりました。負けないことを大前提に置いた上で大会での全勝を私は目標にしておりました。いや、これがただただ最初から全勝してやろう、勝ってやろうみたいな風に思ってしまうと空回りしてしまうので、まずはですね、最初に、言ったように負けない気持ちというのがあった上で勝つための思考を巡らせていくということが重要かなというふうに思います。で、いろいろな試合を経験してきたんですけれども、一つだけ落とし穴がありまして、それが極力ですね。で、いつもならこう絶対に負けないっていう思考があって、相手によって試合を変えたりとか、はい、するんですけれども、極力は自分が全員抜いてやろうみたいな思考になっていました。はい、2年生も3年生もなんでこんなに極力に向けて頑張ってきたのに全然抜けないんだみたいな、めちゃくちゃ悔しくて、卒業してもこう全然そのモヤモヤが解決しなかったんですよね。それがこの前ケイダにあって、極力はお前張り切りすぎだもんみたいな、絶対5人抜きしようとしてるやろ、極力は普通にやることが抜ける秘訣やみたいな話して、うわ確かになみたいな、それでやっと心のモヤモヤが晴れるっていう今更みたいな感じですけどね。はい、だからこそ極力は今まで通りの自分を発揮できるように頑張ってほしいなっていうふうに思います。はい、ここまでが先方の時に思っていたことですかね。簡単にまとめると、負けなければチームにも迷惑かからない、勝てばチームを盛り上げられる、だからこそまずは負けないってことを考えながらいかに勝つかみたいなことを考えて試合しするイメージです。次に副将ですかね。いろいろなポジション経験してきたんですけども、確かに副将が一番難しいと思います。で、その確かにっていうところなんですけども、高森中時代の時、副将していた麗澤に進学したですね、高村慎之介って言ったんですけども、副将マジむずいからねみたいな毎回言ってて、いやいやみたいな感じで、高校でもケイタが副将やってて、副将難しいわみたいに言ってて、それもあまり理解しておらず、いざ副将になってその難しさに苦労するっていう感じですね。で、何が難しいかっていうのを伝えるのはやっぱりやってみないとわからないと思うんですけれども、やはりこう前後のチームの流れを握っているってところですかね。で、ケイタにも確認したんですが、試合をどうにでもできるポジションだからじゃないかなっていうふうに言ってました。で、本当にその通りだなっていうふうに思います。いくつか例を挙げさせていただくんですけれども、インターハイの熊本県予選のパート決勝だったと思うんですが、先方2本勝ちして、次方が負けてしまって、中堅が1本負けしてしまって、副将と私が負けた瞬間もう負けが決まってしまう、インターハイにも行けないみたいな、引き分けでも大将が1本追いつかないといけない状態、はい、かなり苦しい展開だと思います。その後、パート優勝して、パート優勝4校との決勝総当たり戦がありまして、それの1試合目ですね、先方が負けてきて、自本が2本勝ちして、中堅も1本勝ちしたんですが、私が結果的には勝ったんですけれども、最初1本取られてしまって、で途中反則1回相手に与えられて、で時間ギリギリで相手が竹刀を落としてしまったんですよね。だからこそタイに持っていけて延長で勝てたんですけれども、それがなければ負けて、かなり、チームの流れも悪い状態で対象戦になったと思います。はい、で最後の試合も先方が1本負け、次方が勝つんですが、中堅も負けてしまって、これも負けな状態で、私に回ってきました。で、私が負けたらインハイに出場できない、で、これ最後の試合だったんで、1試合目2試合目勝ってるからちょっと緊張感薄れてしまって、これで副将戦負けたらインターハイ出れないみたいなこと知らずに対戦してました。で、ケイタが試合終わってから、お前最後負けたらインハイ出れないの知ってたみたいな聞かれて、みたいな、
感じでしたね。ケイタも全部終わってから、気づいたらしくて、良くも悪くもインハイに出れないっていうことがプレッシャーにならなかったからこそ、いつも通りの試合ができたかなというふうに思っております。結果的に勝てたので、思い出話として話しているんですけども、本当に副賞の難しさが詰まった試合だったなというふうに思っております。またですね、試合内容もかなり危なくて、私自身も最後の小手とかも、当たってないって言えば当たってないような試合だったので、まあそういったのも後日出せればいいなというふうに思っております。副賞のまとめとしては、チームをいい方向にも悪い方向にも流れを動かせる権利を握っているっていうことから、精神的にも戦い方が難しいのかなっていうふうに思っております。で、私の中では、まあ前が負けてきてても、まあ任せろっていう気持ちと、ケイタがもですね、後ろにいるので、ケイタを少しでも楽にさせたいっていうのと、チームをタイで回せば絶対ケイタ負けないっていう自信があったからこそ、いつも通りのパフォーマンスが出せたかなっていうふうに思っております。最後に大将なんですけども、大将は一本取れば代表とか、まあ引き分ければ勝てるとか、自分のやることがかなり明確になっているので、それに応じて相手の心理状況を読み取って試合展開ができる。だからこそ、思考的には難しくないかなというふうに感じております。ただ、勝負が決まらずにですね、対象戦にもつれ込んだりとか、一本追っかけな状態で回ってきたりしたら、絶対に負けない気持ちとか、強い精神力っていうのは必要になるかなっていうふうに思います。はい。で、私の場合はですね、中学校の国士舘戦の時もそうですが、大学で対象させていただいた時も、新人戦でケイタと対象戦代表戦したんですが、負けない気持ちとか、絶対にチームを勝たせないっていう強い思いはある上で、試合をものすごく楽しんでやっておりました。私のように、楽しむことが正解か不正解か、それは人それぞれだと思うんですけれども、やっぱ強い選手とか、オリンピック選手と少し話す機会がありまして、やっぱ少しでも、辛いなっていうふうに思ったら、試合時間がものすごく長く感じたりとかですね、体が重いなっていうふうに感じたり、逆に楽しい時は自然といいパフォーマンスができてるっていう話をして、まさくしく、その通りだなっていうふうに思いました。どんなに対象戦の場面とか、一本取らないといけないとか、苦しい場面でも、楽しめている時っていうのは、やっぱなかなか疲れなかったりとか、結果的にパフォーマンスが、良くなっているなと、後日試合動画を見返した時とかですね、思いますね。で、なかなか試合で楽しむっていうのは難しいんですけれども、練習以上のことはできないと思いますので、漢字のごとくですね、試す、アウト書くじゃないですか。試合を自分の力を試す場所として、戻らない時間っていうのを後悔しないようにですね、最高級に楽しんでもらいたいな、というふうに思います。今回はポジションごとの気持ちの作り方とか、当時考えてたことっていうのをお話しさせていただきました。まずは負けない気持ちっていうのを大前提に置きつつ、その中でどうやって勝利するか、勝つことができるのかっていうのを考えて試合を運びをして、プレッシャーに負けない精神力とか、思考力の強化をですね、やっていって、チームワークも大事にしつつ、最後にもう試合を楽しむことですね、それが重要かなっていうふうに思います。はい、このような形で少しでも皆さんの参考になれば嬉しいなというふうに思います。この動画で考え方が変わったとか、試合で緊張しなくなったよっていう方がいらっしゃいましたら、コメントでいただけると嬉しいです。最後までご視聴ありがとうございました。